さあ、始まりましたけれども、すいません、ちょっと遅れちゃいました。あゆりさん、コプさん、ゆりさん、吉村拓郎さん、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、今日はね、女性ホルモンのお話でございますけれども、まあ、ホルモン補充療法から勉強していきましょう、エストロゲン。ね、エストロゲン何なのかよくね、わかんないと思うんで、まあ、ホルモン補充からね、学んでいくと、まあ、よくわかるかなと思いまして、こちらの方ね、タイトルさせてしまいました。ね、ピルとホルモン補充の違い、皆さんわかりますか？ね、多分これ多くの人も、がわからない。まあ、ピルが何なのかもわからないし、ホルモン補充が何なのかもよくわからない。あ、おはようございます。あゆりさん。あ、ありがとうございます。すいません。ちょっと参加していただいて。ありがとうございます。なのかなと思います。はい。まあ、平たく言うとね、ピルっていうのは、まあ、性成熟期。成熟期ですね。なつまり、まあ、生殖期ね、使われるもの。まあ、ホルモン補充っていうのは、更年期というね、閉経前後5年にね、使われるものでございます。はーい。それでは行きましょうか。まず、ホルモン補充なんですけども、これか、歴史からか。まあ、ホルモン補充って、あ、ごめんなさい、これじゃない。ちょっと待ってね。あ、すいません。エストロゲンから行きましょう。まあ、エストロゲンってね、何なのかって言って、エストラスというね、ところから来ておるね、言葉になりますね。語源はね、浴場とか白水場とかね、そういう意味なんですね。実は3種類のね、エストロゲンというのがあります。E1 エストロン、E2 エストラジオール、E3 エストリオールね。実はエストリオールっていうのは胎盤からね、しか生成されておりません。なんでね。E3 は、まあ、胎盤機能を調べるときにね、エストリオールを調べたりすることもあります。はい。あとは、閉経後、に関しては、エストロンのみ、末梢組織から生成。まあ、脂肪組織ですよね、主に言うとね、脂肪組織からアロマターゼ化して、エストロゲン、テストステロンとかね、アンドロゲンから、産むということでございますね。そして、閉経前というのは、まあ普通はね、卵巣からね、E1、E2 がね、生成されてます。エストロン、エストラジオールが出てる。でもね、更年期になると、エストラジオールは、まあ、ほぼなくなってしまうということになります。じゃあ、E2 ね、どのくらいが正常値か。まあ、エストラジオール正常値ね、調べておりますけどもね、ピコグラム、マイクロリットルとか、かなり少ないですよ。ピコグラムってどのくらいかね、ご存知ですか？ナノグラムのさらに、違いですね、マイクロ、ナノ、ピコですよね。なんで、こんなに少ない量で、なのに、ものすごい作用を起こすのが実はエストロゲンなんですよね。ただ、製剤に関してはミリグラム製剤なんで、0.625mg 製剤かな。ね、よく使われておりますよね、エストロゲン製剤ね。はい。あ、ちかさん、サンクチュアリさん、おはようございます。はい。こんな少ない量の、ピコグラム、マイクロリットルで、まあ、非常に強力なね、作用を起こしてしまうエストロゲンですけども。まあ、卵胞期とかね、排卵期、黄体期って書いてありますけども、まあ、生理前半、生理が起きてからね、生理中みたいなのは、まあ、25から85、まあ、ほぼ更年期からね、ちょっと多いぐらいでしょうと。ただ、徐々に上がっていきますね。生理が終わると、徐々にね、女性はね、排卵に向けてエストロゲンを上げていきますね。そして、排卵期ね、エストロゲンがポンとね、上がるね、現象ありますね。はい。急激に上がるよね。そこのところで女性自身も、まあ、まあ、性欲がね、強くなると。で、エストロゲンっていうのはね、後から出てきますけどもね、まあ、女性を美しく見せるホルモンですから。まあ、そういうのがあると、まあ、男性とね、カップリングして、まあね、まあ、子供を作るというのが、まあ、ね、自然の成り行き、今までの、ね、生物たちがやってきたことでございますけど。はい、そしてですね、黄体期というのもある程度の、エストロゲンの値は保たれている。まあ、徐々に減っていって、最後はね、ほぼ、なくなるというかね、卵胞期前半まで落ちて、そして、ね、また、月経がやってくるというね、周期を繰り返しているわけでございます。ただ、妊娠中はね、めちゃくちゃ高いんですよね。妊娠している女性ね、なんか、ツヤツヤしてますよね。まあ、エストロゲンって、まあ、もちろんね、胎盤からも出たりしていますけども、エストラジオール自体もものすごい高い。ね、31,800。どういう数字やと。スカウターつけてたらぶっ壊れてるよ。これ分かる人だよ。方が聞いてるか分かりませんけどね。スカウターがね、あったのもぶっ壊れてる。バコーンとね。古い旧タイプじゃね、壊れちゃうよ、というのがこの、ね、妊娠中のエストロゲンなんですけども。まあ、男性はね、15から35、ほぼね、女性の更年期のね、
骨じゃない、あの、閉経後のね、値だと思ってください。はい。まあ、閉経後っていうのは大体、25、まあ、20以下、20以下ですかね、ぐらいですね。はい、じゃあ次のね、とこ行ってみますか。まあ、ホルモン補充からちょっとエストロゲンの役割、ちょっと練習し、勉強していきましょう。まあ、ホルモン補充っていうのは、あ、すいません、このホルモン補充の歴史にちょっと足りない部分があるね。エストロゲンの発見の部分がちょっと消えてますね。残念。はい。私一生懸命このエストロゲンの発見まで作ったんですけども、消えていました。まあ、いいでしょう。最初ね、ホルモン補充なんですけども、更年期症状ってね、ずーっとあるんですよ。ね、それね、あの、昔からある。ね、女性のね、この、体が変化する時期ですよね。なんでその更年期ね、閉経後、前後5年っていうのは、ね、症状っていうのはね、昔からあるわけです。じゃあ昔は何使ってたかっていうとね、実はね、牛の卵巣を乾燥させたものを使っておりました。それはオバリウム、ね、オバリウムっていうね、薬剤だった。薬剤というかね、まあ、民間療法の漢方薬みたいなもんでしたね。西洋とかで使われてましたけども。まあ、そこからですね、実は1900年代初頭にですね、エストロゲンというのは実はね、見つけられるわけなんですよね。で、最初なんですけど、1930年代、春前かな、エストロゲンっていうのは実は、生成されてから、まあそういったものから作られてたんですけども、徐々にね、人の方の、妊娠している女性の、まあ、尿からね、に大量に出てることが分かって、それを生成して、薬にしていた、というね、ことがあります。だけど、そのね、次の段階に行くと、まあ、人間の尿をね、集めるの大変でしょうということで、妊娠馬のね、妊娠馬尿から、こう、生成されるというのが今のね、まあ、プレマリンというね、薬剤でね、使われて、今も使われてます。ずーっと使われてるんですよ。まあ、つまり、すごい歴史の古い薬物なんですね、これね。1940年だったかな、確かね。そこのところで、もうすでに、使用されてきて、もう100年近く、ね、80年か。作られて80年経つね、薬剤ね。で、一時は、まあ、ここからがね、1960年代にはですね、更年期女性の約ね、10% が使用、10人に1人が、ね、使用するぐらいの、そういった、もうね、必須の薬剤になってきたんですね。アメリカの方ではね。ただし、なんか、使ってるうちに不正出血とかね、まあ、子宮内膜癌の報告があるよ、ということで、ね、まあ、これをね、よく調べましょうということで、1975年ね、よく調べたところ、子宮内膜癌がね、4.5 から 13.9 倍へ増加するというね、報告がありましたね。初期のね、ホルモン補充というのは、エストロゲンのみを補充していたんですね。はい。そうすると、実は子宮内膜癌がね、増えてしまう。で、そこのところで研究に上がったのは、実は黄体ホルモン、プロゲステロンね。プロゲステロンというのは、月経のね、排卵期の後に出るホルモンでございます。これが実は内膜をね、保護するホルモンだということはね、分かったんですね。で、これを使うことで子宮内膜癌というのは今ね、ほぼほぼね、増加しないということが言われております。はい。そして1995年、アメリカで HRT が適用。つまり今までは ERT ね、エストロゲンのみを補充するね、療法だったのが、アメリカでね、ついに HRT がね、更年期とかに適用されるということになります。HRT は、ホルモン補充。これが、今でね、エストロゲンとプロゲステロン。ね。もう、だからもう30年以上ね、これ使われてるんですよね。このね、ホルモンを。だから古いんですよ。ね。1940年代。ちょっとその前か。1930年代が始まってね、もう100年近く経つ。ね、そういったね、歴史のある、補充療法ね。つまり昔からね、これもう100年前から更年期っていうのはね、変わらずあるんですよ。はい。まあこれはね、女性の宿命とね、なってしまうものなんですけども、さあ、じゃあね、ホルモン補充からね、勉強していくのは、一つが、まあ、コスト総称ですよね。一番ね、皆さん気になるところかもしれません。ホルモン減るとどうなっちゃうのってね。まあ、もちろんね、短期的にはね、まあ、ホットフラッシュだとか、まあ、そんなのはね、とかね、迷走神経反射起こしたりとかね、まあ、汗がすごかったりとかね、まあ、よく眠れません、不安になっちゃった。まあ、そんなとこから始まってね、実はね、コスト総称が一番の問題なんですよね、エストロゲン低下にはね。なぜかというと、長期的に見たときに、まあ、初めはそんなもんですよ。でも、エストロゲン低下によって、一番ね、人々のね、女性の、その生活のね、質を落としてしまうのが、高施設なんです。はい。で、
これがね、1941年代にはすでにもうね、女性がね、こう、身長が低くなったりとか、腰痛が起こしたりね、あと、こう、背骨曲がっちゃう人いますよね。ああいう人たちって何が原因なんだろうということで、もう言われたのが1941年代には、すでにですね、エストロゲン低下によるものだとね、長期によるエストロゲン低下が、実はね、骨密度を下げるね、椎体骨骨折が原因でね、腰痛とか起こしてんだよと。椎体骨っていうのは背骨の骨ですね。背骨が圧迫骨折んだよ。ことはね、言われたんですね。まあ、その原因が、まあ、実際エストロゲンにあるものだと報告されました。はい。そして1979年ね、まあ、ホルモン補充療法、骨量低下への治療効果が報告されるわけです。まあ、ここまでね、30年近く経ちましたけどね、1940年代からま、始まったホルモン補充ね、よく、まあ、約40年経ってね、ホルモン補充実は骨量の低下にね、治療効果あるんじゃないかとね、そういった報告がされるわけなんですね。そして1980年代にはね、手首と腰痛の骨折、腰椎のね、骨折は 60% 低減という報告まで出てしまう。ね、そして、1988年には FDA の骨粗鬆症の予防に関する適用を追加承認するわけなんですけど、まあ、これに関しては、まあ、その後に、ね、追加調査が行われますね。まあ、その追加調査に関しては、まあ、有意差ありで骨粗鬆症を防ぐというね、骨粗鬆症を防ぐ、そしてね、骨折は防ぐというね、追加の試験でも証明はされています。これ、追跡がね、まあ、後で言ってくれ7年ぐらいかな、追跡した結果になりますね。なんでこれはわかんないね、エビデンスの高いね、ものになります。さあ、まだまだ続きますよ。エストロゲン、皆さんね、実は冠動脈疾患と関わってる、これ、ご存知でしたかね。血管の若さをね、保ってくれるのがエストロゲンなんですね。はい。1976年ね、閉経後にね、冠動脈疾患の発症が多いことが判明する。ね、閉経前と閉経後、全然冠動脈疾患の発症違うんだと。リスク高くなっているのは閉経後なんだよということが判明したのは1976年。意外と最近ですね。はい。まあ、30何年前、40年前ぐらいか。ね。そしてですね、1980年ね、冠動脈疾患と脳卒中が、このホルモン補充で減少するんだっていうね、報告がありました。まあ、つまりですね、血管の方を若返らせてくれる、ね、というね、効果があるんじゃないか。そして、もう一つなんですけどね、血圧に関してね、エストロゲンが血圧を下げるのか、そしてもね、上げるのか、そういったものが、ね、議論されたんですけども、結局ね、これ分かんなかったんですね。で、1996年には、ただ静脈関係としては血栓症は3倍に増加するよと。血管は若返るけど、血管の中に血栓できちゃうよということが言われたんです。じゃあね、その血管が若いくて詰まってしまう。もしくは血栓によるね、血栓症ね、血栓が詰まることが脳卒中ですね。脳の血管に詰まるものは脳血栓症で、あ、すいません。ちょっとなんか熱くなってきて、これ止まっちゃうかもしれないで、すいませんけども。はい。1996年ですね。その血栓症がね、起こす脳卒中、そしてね、冠動脈に詰まる、心筋梗塞。それとも、血管が古くなってね、起こるね、ダメージによって起こるね、まあ、血管破綻による脳出血が、出血っていうのは血管破綻することで起こるね。血管が悪くなって起こる。脳出血とか、そういうものがどっちがね、多いのかね。つまり血管が保護されることで得られるメリット、それとも血栓ができることで、失うデメリット、どっちが強いのかっていうことを、まあ、検証するに至るんですね。で、結局、血管病変による死亡 47% 減少、ただし血栓増える。さあ、どちらなのと。まあ、基礎研究では、エストロゲンは血管保護作用というのは明らかにあるということは分かっているんですね。はい。まあ、そのままね、基礎研究では、まあ、動物とかね、マットとか使った研究でも、エストロゲンでは血管保護作用確実にあるよと。ね。まあ、内皮に働く、直接内皮に働いたりとか、内皮細胞、血管を構成するね、細胞を働いたりとか、そういうことが言われたわけでございますけども。で、結局ですね、まあ、この追加で、試験が行われました。ね。HERT。HERS ね。虚血性心疾患を持つ閉経後女性2763名を 4.1 年追跡。はい。冠動脈疾患の再発に有意差なしとの結果になりました。はい。つまり、ホルモン補充では、そのね、血栓によるリスクと、血管を若返らす効果ね、二つを天秤にかけたとき、まあ、もう同等の効果しかないよと。つまり、冠動脈疾患自体減らさないよというね、わかりました。
そして、さらに追加調査を行われましたね。1993年か1998年。こんなね、大規模スタディもう行われないでしょっていうぐらいね、大きいんですけど、5年間追跡、50から79年平均女性。HRT16、16000人。HRT ではホルモン補充。エストロゲンとプロゲステロンを補充したもの。そして、いや、ちょっとごめんなさい。めっちゃ熱くなってきちゃったんで、やばいっす。やばいっす。やばいっす。なんで、ちょっとカメラの方は一時ちょっと中心させてもらいますけど。HRT ね、ERT、それがですね、100人、1万人ね、めちゃくちゃ熱くなってる。まずい。HRT っていうのは、ホルモン補充ね、プロゲステロンとエストロゲン。そして ERT のエストロゲンのみを補充したものですね。二重盲検試験のことで、ダブルブラインド、めちゃくちゃ質の高い試験を行われていると。じゃあ、この WHI の試験の結果どうなったかということがね、非常に重要でございますが。アナミさん、おはようございます。フルムーンさん、ありがとうございます。フルムーンさん、実は自分結構フルムーンさんの、TikTok の動画見てます。はい。まあ、それはさときなんですけども。はい、ね、そうそう、次なんですけども、WHI ね。はい。さ、HRT、ERT ね、ホルモン補充、それともね、ストロゲン補充ね、どうだったかとね。これ左に書いてあるのがホルモン補充のリスク。そして ERT のリスクは、相対リスクがね、右に書いてあります。まあ、冠動脈疾患に関しては、HRT1.29 倍ね、微増に増えるということが分かりました。ね、そして、脳卒中も、は、両方のところでね、ちょっと微量に増えているということですね。そして、肺塞栓に関しては、2倍ぐらい。まあ、やっぱ多いんですよね。ただ、プロゲステロンつけた方が多いよと。で、浸潤性乳がんに関しては、まあ、プロゲステロンの影響なのか、プロゲステロンを入れた方がちょっと上がっちゃってるんですね。1.26 倍。ね。そして、子宮内膜がは 0.83 倍。つまり、まあ、リスク減るよと。大腸がんもリスクかなり減ると、ね。骨折に関してもかなり減ります。ということは分かったわけなんですね。で、冠動脈疾患なんですけども、うわ、めちゃくちゃ熱くなってる。途中で止まっちゃうかもしれません。はい。冠動脈疾患なんですが、まあ、どのくらいのね、増えるかっていうと、1.29 倍だと1万人に30人から1万人に38人になるぐらいっていうね、言われております。まあ、そのくらいのリスクだったみたいですね、実際ね。はい。というわけで、こういったね、ことが言われております。じゃあ今までね、出てきたのは、まあ、骨とね、血管に対する、効果がね、まあ、明らかになったということでございますけど。まあ、エストロゲンね、さらにね、ちょっと見ていきたいのが皆さん気になってるでしょ、これ。アンチエイジングどうなのと。エストロゲンのアンチエイジングどうなのと。エストロゲンのアンチエイジングほどすごいもないと私は思ってます。というか、男性ホルモン、アンチエイジングしたいんだったら男性ホルモンは男性ホルモンを打つのが一番早いと思うんですよね。そんくらいホルモンってすごいんですよ。生半可なもんじゃないです。ね。なぜかというと、さっき出てきた通りに、ピコグラムマイクロミリリットルしかいないんですよ、ね、血中濃度。ね、ものすごい微量なんですよ。ただ、ものすごい生理作用ありますよね。さあ、エストロゲンどんな作用ありますかというね。皮膚の弾力、皮膚の保湿の色素沈着、血流へ、などへ、まあ、影響する。皮膚機能ってね、これあります。まあ、これらのに影響するだろうと、まあ、言われてたりとか、皮膚の厚さ、保湿能力、シワ、たるみなどの皮膚の老化にも影響するだろう。そして、育毛へも影響するだろうとね、言われております。はい、すごいですよね、このアンチエイジング。で、これなんですけども、まあ、皮膚でのエストロゲン状態発現低下、エストロゲンの低下によって、コラーゲンっていうのは20から40歳がピークで、その後ね、40から60はね、まあ、だんだんと減少していく。これはね、もう仕方ないことなんですよ。はい。なんで40過ぎていくと結構ね、エストロゲンがだんだん減ってきてしまうんですが、実はね、このコラーゲン、エストロゲンっていうのはコラーゲン成分、皮膚の厚みを増加させる作用があるんですね。はい。ということが分かっておるわけなんです。つまり、まあ、HRT ね、いろんな方向があります。いろんな方向あるんですけど、まあ、一つだけね、代表的なものを、持つとすると、皮膚の弾力性改善をする効果が期待できる。まあ、これは、まあ、言われていることでございますね。まあ、厚みをね、もたらしてくれたりとか、まあ、皮膚がね、だんだんと薄くなっちゃうんですよ。まあ、そういうのを、まあ、逆行してくれるね、コラーゲン不作による、皮膚の厚みを増加してくれるっていうね、HRT。そういった効果があるわけでございますね。はい。さあ、
最後でございます。はい、まとめなんですけども、まあ、エストロゲンのメリットとデメリットね、去年歴史から理解しましたね。あのエストロゲンの効果はね、血管を若返らせるね、皮膚を若返らせるね、骨をね丈夫にする、あとはまあこうそういったね、更年期とかいったものの対症療法になるねことをね、が分かっておるわけでございますけども、まあエストロゲン何してるんですかってね聞かれた時に、まあすぐ言えることはね、まず肌にね、のコラーゲンをね蓄えてますよとかね、あと血管のね若くするね作用があるんですよとかね、あとあ、そうだ、コスト損傷ね防ぐために骨密度を上げてるんですよって、この3つは多分皆さん言うと思うんですよ。じゃあデメリットなんですかって言われた時に、血栓症を増やしちゃうんで脳梗塞とか心筋梗塞とかそういうものってちょっと増えるかもしれないですねってね、もうこの4つが言えるだけでもね、エストロゲンに関してはまあ、普通の人とね、まあ一歩頭出てるよとね言えると思います。じゃあホルモン補充療法なんですけども、まあエストロゲン低下によるね症状を防ぐ可能性があります。まあこれもね今日勉強しました。そしてね、次なんですけど、明日の予告、フィトエストロゲン。ね。フィトエストロゲンを取り入れるなど、生活習慣の改善を探ることが、まあね、こういった更年期を、防ぐこと。もうそうなんですけどね。更年期症状はまあ、移行でしかないんで、その後のね、低エストロゲンをいかに解除するかっていうこともね、非常に重要になります。まあ、高すぎるのは問題になりますけど、フィトエストロゲンね、まあ、すごくメドレートあります。植物性のエストロゲンね。これに関しては、ね、明日、説明したいと思います。あ、そうだ。ちなみにこのビーガンの方はこのホルモン補充の プルマリンは使えないかもしれないですね。妊娠馬の尿から作られてますね。はい。まあよくわからん。まだちょっと生成方法になっては変わったかもしれないんで、まあそこら辺をね確認してもらった方がいいかもしれないです。はい。というわけでね、今日は終わりでございますけども、ありがとうございました。はい、チカさん、コッピさん、ユリさん、内田さん、ナミさん、ありがとうございます。あ、ナミさん、昨日も、内田さんも、皆さん、昨日もちょっとインスタライブ来ていただいてありがとうございます。はい。で、今なんですけどね、やってるのはこの、どれだっけ。ファスティング祭りやっておりますよね。あの、昨日はね、1日目でしたけども、もう結構な方ね、参加表明してくれて、10名ぐらい表明してくれてるのかな。あの、30日ね、今日なんですけど、まあ、今日から始めるでも OK でございます。はい。で、ありがとうございます。チカさん、嬉しいコメントありがとうございます。今日から始める方もね、いいです。でも、朝ごはんだけ抜きますよとか、ね、昼ごはんだけ抜いてますよとかね、もういいですね。ちょっと空腹感じるだけでもいいよと。ね、12時間でも、ね、自分のね、レベルに合ったものがありますよね。そういったものをね、ちょっとやってもらうと、ファスティングね、とか空腹って何なんだろうってね、どうして空腹起きるんだろうとかね、そういったところにね、興味を持ってもらえるかもしれないし、まあ、自分の体験がね、非常にね、役に立つというか、あの、知識をね、その、まあ、習得に役立つね、体験になると思います。はい。そして、初心者でも安心のチャットルームを用意しております。私のリットリンクの方からね、入っていただくと、チャットルームね、おー、もうすごくさん、夕食寝てるんですね。ありがとうございます。はい。リットリンクの方からね、QR コード読んでいただいては、友達になってもらうと LINE チャットでもね、あの今ね、31名様入ってくださってますけどもね、そこで情報交換できます。自分の体験をシェアしてもらったりとかね、他の方の体験を聞いたりとか、あの全然ねファスティングに関してまだまだね、あの知らないこと多いですよ。あのまあ、例えば入浴法一つにしてもね、いろんな入浴法ありますね。温冷浴がいいとかね、昨日は交互浴の話ちょっとねいただいたんで後でシェアしますけども、そういったものね、入浴法にしても一つにしても違うね。瞑想法、呼吸法ね、太陽を浴びる日光浴ね。あのファスティングで食べないだけじゃないんですよ。食べないから何をやるかね、それも重要になります。違うエネルギーをね、エネルギーっていうかね、自然にあるものでね、エネルギー生産する。エネルギーっていうのはあの見えないエネルギーじゃないですよ。体の中で出てくるホルモンもね、外から取り入れることができます。カテコナミン類、アドレナリンね、それアドレナリンもね、呼吸なんかでね、調節することができる。まあ、そういうことを学ぶのも一つのね。ファスティングに対する知識になってきるわけなんでございますね。はい。そして31日なんですけども、ズーム回復食パーティーと題されてますけども、断食打算会でございます。はい。坂井大輔さんね、この、不食、離食、少食が幸福と気づいた人々ってね、皆さん入ってますか？ね、ファス、
Facebook の方でね、4000人ぐらいね、人が入ってるね、コミュニティがございます。皆さん良ければね、ちょっとこちらの方ね、参加してみてください。そこでの管理人さん、すごいっすよ。管理人、4000人をまとめて管理人、酒井大輔さんね、トーク聞けちゃいます。ましたね。もう酒井さんは18日からね、今日でも、じゃあ12日か、ね、ファスティングしておる方でございますけどね。準備はね、5月初頭からもう1週間に2食しか食べなかったというね、状態で、もうファスティングに入ってるんで、かなりね、仕上がった状態にいますけど、31日はまあ、ちょっとね、食事を食べてお酒を飲んで、ね、楽しむパイにしたいということで、まあこういったパーティーとさせていただきました。ね、最初1時間ぐらいね、酒井さんから講義形式でお話してくれるそうです。あとはね、このアレンさんのね、179時間というね、ものすごい時間の水とね、食事食べないね、断食してるんですよ。水と食事って3日食べなきゃ死にますよね。つまり72時間以上経つと死ぬと言われたところ179時間で、ね、クリアしてますんで。まあそういったところでね、気づいたね。まあ、エネルギーというとね、ちょっとうさんくさくなるかもしれませんけども、まあ断食食べないことによって得られるね、体の中のホルモンとか、まあ、なんだろうね、ビタミン類とかね、そういったものをね、生成するどういうようなね、テクニックがあるかってことを、まぁ、ちょっとね、お話しいただけるかと思います。はい。私はまぁ、聞くだけ、もう失敗しかしないんで、聞くだけになっちゃいますけども。はい。司会進行ね、させてもらいます。はい。というわけでね、今日はありがとうございました。最後、コーラブさん、ありがとうございます。ぜひね、チャットルームの、にも、ご参加いただけると嬉しいです。あと、焼肉さんも、よかったら、LINE のチャットルーム来てください。ビッグ、ホークさん、ありがとうございます。それでは、失礼。